さあ始まりました。はい。達也と違うやん。神 <laughs> 山達也と大ーダーテケの師匠どし第68巻7やって。<laughs> ほんま何ができるねんお前。 一体第67巻7巻やってやろほんま <laughs> もう俺全然マイク握らへんから、はい、こいつ絶対達也とって言うなと思ってたから <laughs> あまりに早すぎてなんかデキレスみたいに聞こえるやん, <laughs> なんか嫌やわツッコミが早すぎて、うん、<laughs> もうそうやっていい絶対言う思ったわ <laughs> 絶対達也とっていいやろなと思ったさすがやな付き合いの長さやなさすがやわ俺何にも普通やったわそうやろこれだって消せんのに消さんからなそうそうそういやいや消さんでいいよそんなものあのさらせ終ュは体をさらせよお前それすんませんあのファラワーの皆さんねえ67巻67巻はいで先週先々週は二本撮りそう その先週、先々週分を取ったのも2、3日前。むっちゃ取るやん、俺ら。かるねね。かるね収穫するね収穫する、収穫する。大豊作ですよ、1月。取れ高いいよね。取れ高いい。1月6本以上取ってんじゃないですか。ほんまやな、そうなるな。まだ一月です。1月です。で その放送日はが 2>, 2月の8日ですね。2月の8日でしょ、なので、いいですか、ガールベス、どうぞ、これ、さっきもあなたに言ってましたけど、はい、まだそのリリース日から2週間以上も前なんで、2週間なんでね、多分ちゃんとリリースされると思うんですけど、2>, ね、2月の13日に、ね、2> 2月の13日、はい、今ちょうど。あのー 前も僕告知したかなあのドラマの NHK の書店員みちるの水溜り弁士のそのテーマソングねエンディングになってるアローンっていう歌詞楽曲のがリリースが2月の13日なんですおお2月の13日の水曜日水曜日ですよね多分ねですにリリースされるとはいユキス 第何弾目なんでシングルは6枚目ほうほうほうはい6枚目のシングル「アローン」歌詞書かせていただいてるのでぜひ買ってねっていうポップな感じでねチェックして買ってねっつってそうそうぜひチェックしてくださいホラーの皆さんはい書店員みちるの見直し見直話はいちなみにドラマはその頃にはもうドラマ終わってんのかなもしかしたら全然いやまだ全然やん 全10回なんで、確か。だって、リリースするときに終わってたら。そうやね。確かに、確かに。俺、なんでそんなこと思ったんやろね。だからもう、あれ、時間軸がもう、わかんない。もう、3月ぐらいに話してる気になっとんね桜も言って。そうそうそう。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。2月13日です2月13日、水曜日ですね。67巻ですよ。はい。ねえ。 <laughs> 残すところ、はいえー、今回この間を踏まえて <laughs>、えー、踏まえてというか含めて残り8回に、ね、なりますさっきじゃあちょっとお便りきます読んでもいいですかはいえー、ムーさんこれね僕ねニコ生の,あのちょうど前に師匠年の65巻を これだからあれですよねすげえタイムラグありますよね <うん S 1> まあ今日も読んでもらわんとダメやとは思うんですけどすねいつのやつやねんっていう話になりますねそうそうこれはえっと1月25日にアップしたシシロドシ65巻のコメントですはいはいえニコ生今回画像が良くてちょお顔がはっきりと映ってましたよシシロドシでも歌声が聞けると嬉しいです <うん S 2> そしてノンタンさん えー、今日のニコナも素敵な男声ありがとうございましたちなみに何て呼ばれたいのってコメしたのは私です実際何て呼ばれたいですかタツニーファラオファラニーどれがいいえー、っと卒業ムーさん師匠年3月で卒業なんですか金曜日の楽しみが1個減っちゃいますねでもお二人の活動の場が広がるゆえに とととののこでですすエールを送りたいと思い思ますならなおさら卒業までの匠同士で達也さんのオリジナル曲を聴かせてほしいなとわがままを言ってみてもいいでしょうかというあとですね三つさん3月で終わるショックで涙が出た、えー、いつかはこんな日が来るなんて思いもしなかったですお二人が忙しい証拠なんですが喜ばないといけないのだけどまだ立ち直ってなくて 3月までのあと少し思いっきり楽しみたいです伊達夫先生不正の話で恥ずかしいってのはどういうことでしょうってまたまた突っ込んですみません子供が好きって思われたくない複雑さそれにしても不正があるのは当たり前ですよね失礼ごと聞いてすみませんそれにしても伊達夫先生の風邪の治し方怖いですあんまり無茶しないでくださいそれで 明日には治ってるってついのリップで宣言されたんですね。達也さん、ニコナも最高でしたよ。歌の最初が消えてて残念でしたが、また出てくださいね。それでは今回はここまで、ショックすぎて書きたいことまとまらず、来週も楽しみにしてます。ガオ。先輩大好き子さん。いつか来ると思ってたけど、ここまで続けてきての卒業、悩みに悩んだ結論だと思います。ファラオッパが今度のアルバムにかける意気込みの表れなんでしょうね。 と思いいながらも寂しい大泣き毎週コメントを書いたものの最後のお願い動画でのミニコンサート,サートの配信をお願いしますガオというなるほどありがとうございますありがとうございますお便りをいただきましたこうやってね何すかあのーうん、ニコ生かはいニコ生に出演してきました秀平くんのねあっ平くんのやつはニコ生やったっけユーストじゃなかったっけユーストなですよニコ生,かニコ生かああニコ生や ニコ生でオリジナル曲じゃないんですけどカバー曲を23曲いや気になったのは「ニコ生」にもその「ファラオ」っていうフレーズは浸透していってるわけじゃないですかそれが今ちょっとびっくりしたんです2回目の要はこれがだから1月25日の放送か「ニコ生」のね周平君の時にいわゆるファラワーの方たちも見てくださってたわけですよ でファラワーの方たちがあれコメントしたらさ、うん、そのまま画面出てくるでしょ。オンタイムで出ましたね。そうそうそうでファラオッパーとか、うん、ファラオーとかっていうコメントをね <laughs> 出たわけです、ね。出たわけですよ。はいはい、入れてくれてたわけ。まあそこはもう周辺兄さんが。うん 確かにファラオってどういうことみたいな。なりますわで説明したわけですよ、大ーダーで K と僕のやってる2人でやってるラジオがありましてと、師匠同士しという高校校でこういうものがありましてみたいなことをちゃんと説明したんですよ、その時に。そしたらたぶん、周平君のファンの方々もファラオみたいな感じで。 ファラゃんみたいな感じで周平君からしたら全然2位なことないけどねそうなんですよそうなんですけどなぜか周平君も俺のことを兄さんとかねそう達也ってよく兄さんって呼ばれてるよねみたいな話になってじゃあファラ兄だよねみたいなことになったから達也なのか達也さんなのかファラオなのかファラ兄なのかっていうコメントをだいたわけですなるほどなるほど実際ね まおっぱいもお兄ちゃんって意味がそう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 タツニーファラオファラニーどれがいいっていうまあタツニーがいいですよタツニーがいいこともないんかないやどうなんやろいやそれはもうみんなが決めることなんやまあそうですよ逆に全部ありですよファラニーファラニーっすかファラニーな新しいな確かにファラオファラオファラオいうのもちょっとシュッとしすぎてるけどねシュッとしてんのかなそもそもなうん ファラにいやまあなるほどなんかそっちにも浸透していってるんやなと思ってそうなんですよかったなと思って誰が言い出したんファラオってお前やろえっホンマう獅子獅子おどしのそれこそ多分最初の方でそういう話してんじゃないかなああそうなんかなうもういやお前がファラオだよみたいなやったっけ民だよみたいなことをいやふざけたこと言ってるなホンマ大体面白くもない あなたがねそうやってふざけて言ったことがね浸透するんですよなあほんまなんか結構「あの。いぜししおどし」もあほんまやね言ってたでしょ言ってくれてはるねガオもそうでしょガオは言うてるからね俺ずっとそうですよあなたが「ファラオファラオ」ってこうあと「ファラワー」とかねあるじゃないですかそういうのをね全部あなたが発信してるわけですいや結構採用率高い ボキャブラ的に言うと <laughs> <laughs> そうですよ、うん、あとはまあね動画でのミニコンサートこれはねちょっとね僕なりに考えてることがあってね、うん、あの獅子クラブでやろうかなと思ってる、うんいいですよいわゆる僕のファンクラブに入ってくださった方に、うん、えっとだけ見れる動画であったりまあ かんないすねたまに普通に配信もするかもしれないですけど先週の周平君のこれ、非2月8日のアップなんで先週ではないんですけど1月25日の周平君の YouTube 動画、YouTube じゃないわ、ニコ生を YouTube にまとめて僕のブログでまたハローを持ってるんでまあ多分2月8日まで貼ってるでしょう、そらく。めるね首を絞めるね、自分で。 やるのかな本当にいやもう作ってくれてるんですよああそうですだ,、はい、だからあとはもうアップするだけなんでんそうそうそうまあねあとコメントでもこうなんでしょう「ショックで」と言ってくださってる方もおられてね、はいうん、ありがたいですねうんありがたいです 僕も結構、本当にこの特にこの1週間やばかったんですけどちょっと開けたかな、あなたも今からやばいでしょ、やばいですよ、今から1週間ぐらいやばいでしょ、このこから2週間は結構やばいですね、師そうでしょうね、多分そうだと思います、僕も東京、大阪行ったり来たりまたしますし、僕はこの収録の明日明後日 前日レコーディングで、はい、でなんか一日で大阪にまた戻って、うん、そっから10日間ぐらいかなレコーディングです僕は明日から行きますあもうさっき帰らはるんですかはいいえ <laughs> 後でやれっていうね <laughs> で別にその後でやる必要もないっていうね,いいうね別に向こうになんか合わすこともないっていう電話でやれっていうやつ <laughs> そうですよ何しゃりますか、うん まあ放送日が2月8日なんで、うんはい、いやもう見てほらこれこれ出てるからもう俺これなぜあるなぜある花粉のもう,もう飛んでますか <laughs> いやまだ飛んでないと思うんですけど、うん、あのー、うわもうほらもう全然合いの手のトーンが半音したいもんもう気 <laughs> 下がった、うん、全然興味あっう<や><前>どうぞ,どうぞ なってないんんだもやまたやるそのなってないのいや別にもの分かってくれとは言っていない分かってくれとは言わないがんやねんお前それホンマきげえなほんでほんでいや僕別に慢性なんですよ慢性のアレルギー性鼻炎なんで別に花粉の時だけ鼻が詰まるわけじゃないんですよ年がら年中実は詰まっていて あの前もその話したと思う、だからそれ、あなた、鼻かまないからです違うってやから、いや、それ違うことはない、俺もそうやんか、ゼロではないにしても、ああただ俺がもうアレルギーの総合症者なだけやって、いっぱい抱えてるうそういっぱい抱えてるねああああいや、それで僕、鼻のね、この奥のなんかいうところを薬、うんはい、薬手術をしてるんですよ、それも多分昔喋ったことあります。でそれは あの持たないんですよ、永遠ではないんですよ、<ー> 1>, や1年に1回とか、うん、1>, 1年に2回ぐらい焼かないとだめなんですよね、それがだんだんこう切れてきたというか、その手術の効果がなくなってきて、ただ鼻が詰まってきたタイミングが、うん、そろそろ花粉の時期と重なったっていうだけです。じゃあ今は別に花粉のせいで、そちらを,そちらを携えてるわけではないと。 うんどうでしょうかね、ちょっと多少はあるんじゃないですか、うん、ただねこの、できるだけこの鼻炎の薬を使わずに生活はしたいわけですよ、うん、1>, 1個携えるものがおおあるっていうのは大変でしょ、うね、めんどくさいじゃないですか、うん、ただ、うまいことタイミングがこ来てしまって、うん、この大阪帰るときに手術、向こうでしようかなと思ったんですけど、ただちょっと予定がい1日ぐらいで,できるもあ、でいや、もうそんなのもん、ぴょっといってぱっとやって終わり。 ももう1時間もあれば終わりますよ痛いの全然痛くないああそう、うん、なんか焼かれるんでしょそうですあの何ていうんですかあのガーゼみたいなのに湿らした麻酔薬を鼻の奥に入れられて、うん、まあ鼻周辺に麻酔をかけて、うん、あとはもうレーザーでビャーっと焼いていくだけですうでもそれだから一番簡単なのは鼻かめばいいわけでしょ、うん、なんかそのん <laughs> なんその <laughs> 原始的な東洋医学 <laughs> 東洋医学が原始的とは言わへんけどもそのなんかこう気合いみたいな寒風摩擦みたいな発想 <laughs> 寒中水泳とか、うん、<laughs> そういうことじゃないのかないや俺ねその鼻炎っていうのは、はい、あなたの鼻炎僕もどっちかっていうと鼻声なんですよねやっぱ鼻かまへんっていうのもあるんと思うんですけどね、うん、<laughs> でも、ま、その、うん、アレルギーは僕多分持ってないんですよ、うん、その全然そういう取引はしてないんです わけですよあなたみたいにはいはいはいいや僕も取引した記憶ないっすよ総合商社と言いながらただあの生まれ持って持ってたんですよああね生まれ持ったもんねそう生まれ持っただからんかそのこの時期になったらどうとかんかそういうことは一切僕別にね顔の大変さ鼻炎の大変さをこうなんだよってう気はさらさらないんですけどこれね何がきついって飲んでたらやっぱりね 鼻詰まるんですよ膨れるんんでですすよよれ、はい、結構よくなるんで。で、日頃はね、あんまりこ,うこんなさ、こう分かりにくいけど、うん、ポンプみたいになってるさ、うん、スプレーみたいになってるやつ、鼻に奥に突っ込んでさ、うんうん、シュッシュ人の前でやるのもちょっと失礼やん,、うん、かっこも悪いやん。だから、コントロールできるときは、もうなんかその、そんなことができへんときは、鼻があんまり詰まってなくてもトイレ行ってやっておくとかするんですよ。うん、ででも飲んでると 早いタイミングで膨れてくるんですよでもうええわと思ってくるんですよでもうやらんでええわってなるんだよやってええわってなるなんでもう無声でくんねんから一緒じゃないですかもうだって富ようないでしょまあでもね多少は多少はマシになるんですよあさまんでねでもうただしたらあかんっていう気持ちが逆に下がるんですよで飲んでてああいやほんまいや先輩とか飲んでてもいやほんまそうっすねそうっすねシュッシュッて 何かやったこいつってな。<laughs> <laughs> こいつ喋ってるか、最中何かしょったでってなんね、いつも <laughs>。いやま <laughs> <laughs>、ま、それはえ、なになにそれなにっていう。<laughs> かどうか分からへんけど。いや、そのアイデルよるよ。アイデルによるよ。まあ、初めはやっぱこう、ね。おさ、まあ、そう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 。いきなりシラフでパンパンに違うんで。ただ、まあ、飲んできても、縁も竹縄で、楽しくなってきたら、この前もあったんですけど。いや、ロンドンオリンピックなのか、シュッシュって。開会式のねって言って。え、なにし、なに今、何にし、なんっつって。なるんっすよ。それがね、ちょっと、あの。 もううういいやっってななちゃのねそんですよほんでね、これね、僕、ポケットにもう僕の話ばっかりして、あれなんですけど、物入れるのあまり好きじゃなくて、ポケットは携帯、僕2つ持ってる携帯が1個ずつなんですよ、後ろのポケットには基本的に入れたくないんですよ、この時期にこれは、もうアウターのポケットに入れなきゃ仕方ないんですよ、これ忘れて、アウターをハンガーにかけちゃったりとか。 するわけじゃないですか、身の回りに置いてない可能性あるでしょ、ほんなら、あ詰まってきた、やばいと、シュッシュ、人回りでできへんときはね、うんうん、ポケットに入れとったらトイレに行ってるっとかにできるんやけど、アウターに入れちゃってると、うんあ、ちょっとトイレ行っていきますって言って、ポケットなんか探ってるって,何ってなる、ね、なん何やってなるやん、なんで、できるだけ忘れへんように、この。 片一方のポケットに携帯が入ってる方に入れるようにしてるんですよアウターを脱ぐ前にほんでまた寄ってきたら携帯を出した瞬間にポロっと出るんですよでなんか出てんでって何これってなるんですよいつもそちらのやつがねそうそうそうこのスプレーがねあんまり携帯するもん携帯するもんか携帯するもんではあるけどそんな人前でねあなたの後輩にもね鼻炎の人いるじゃないですかいますね 確かに勧めたんですよ、僕、お前も鼻、そんな詰まってて、口で息しとったら大変やんやん、もうかいやて僕、こうたげたんですよ、一個。めっちゃいい、はいありがとうございます。こうたったんですよ、ほんで、しゃっしゃってやって、しゃっしゃってやってから別れたんですよ、僕、もうそのタイミング、バイバイのタイミングやったんで、ほんで、いや、まあ、効かないですね、僕、結局、アレルギーを止める薬ですから、別に違う鼻炎には効かないんですよ。 なんで、いやアレルギーじゃないかもしれないです僕と、うん、って言っててああほんなん、まあまあかんかったんかなーって言ってバイバイって言って別れたんですけど、うん、ほんなん5分後か10分後ぐらいかな、うん、考えられへんぐらいの量の鼻水出てきたからって LINE が来てました <laughs> それはやっぱ効果が出たんそうそう,そう効果あって本当に通じてますよかったですみたいなこと言うくせに <laughs> もうやってないですからねあ、はいつ やつはもうあのまあまあパロワの人はねそのわかんないかもしれないですけどまあ僕の後輩でね先生も仲良くしてるというか可愛がってくれてる後輩でいるわけですけど全然可愛がってもらっていないですもらってないです可愛がってもらってますそれはいいよ数ヶ月出てました可愛が可愛くないもんいやなんですけど俺そのそいつがそれをそのねその先生が携わってるねそうそうナクをやってるとこ一回も見たことないですようん。 まあまあな頻度で合ってますけどそうやろ一回も見たことないですなやったらそんな話すら聞いてないです俺も見たことないもんそれ以来そういうとこなせいや別にせんでいいよただ楽になってたらした方がいいやんまあまあなうんただだからその鼻水が出たことは別に楽になったっていうことじゃなかったんじゃないああでもバーっと出て止まんないっす止まんないっすってなっててでも鼻はその後通じてるわけやからうん確かにうん先生はい何の話これ いや、早い段階で止めてくれへんかったお前のせいでうっせや俺のせいだ引くわ俺だって鼻炎のことに関してはもう意識高すぎるからうっせやホ俺のせいやった1個もうワンノッカリしていい俺もその会社は違うけど俺も持ってんのそこに後で見せるけどマジであるんです本当にあるんですへえ置いてるんですよ スプレーとかはいはいはい類のところにねはい類にへえ <ー S 2> 実はでもアレルギーじゃないんでしょいやっていうのは僕も例えばレコーディングとか <うん S 2> スタジオとかライブの前とかに鼻詰まったりとかして声が出しにくいとかっていう時はやるんですよ、うんうん、通じる通じます本ならあれなんじゃないこれ,は、まあ、そ,れこそれ違いますよそれとは違いますけどはいはいはいあでも結構いいのかもこれ、まあ、全然どうでもいい話だけどね <laughs> 商品の裏見て、あの成分見て話すって、もうこれ何の話かようわからんけど、やばいな、うん、頭が重たいときにも聞くみたいよ、あそう、うん、脳、あれなんかな、どうでもいいわ、もう20分超えたわ、ま、67か、鼻炎の話で、いや、まあ鼻、鼻どころか話にも詰まるっていうことですよね。うんうん さよならささよなら <laughs> さよなら <laughs> さよなららまだ終わってんねまだ終わってんねやもう何話喋りますかとかいう次元じゃないんだだってねのその要は67巻で2月の8日バレンタイン前ですよ、うん、はい, <laughs> いやもうそんな日付の話されたらもう分からんわうん、うん、でしょいやけどライブとかないんですか2月の22日 じゃあもうちょっと先や大阪です222222すげえゾロ目ですビッグキャットで2012年の2月22日惜しいななんかなんか惜しいななんか惜しいなビッグキャットビッグキャットですうんかねバスケのねワンワンって分かりますワンワン分かりましたバスケの303って分かります 三対三の、いや、バカにしてるんかって、なんかそういうイベントがあるんですよ、それとのコラボですね、ライブイベント、時間帯等々わかんないですけど、でも、出演者も結構面白いメンツも揃ってるし、そういうワンオンワン、なんか普段なかなか見れないじゃないですか、そういうのも見れるイベントなんで、よかったらね、ぜひね、ビスケキャットの方に足を運んでいただいて。 ファラオの前よりで言うたらまたいけるんですかそんな先のこと今そんなこと言うていいんすか大丈夫ですかまあ2月の8日なんでうんその配信いや僕らはもう全然1か月も1か月近く先の話じゃないですかそう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 まあもしっていう話でうんはいえああ来ていただい普通に告知してもったはい普通に告知してもったレコーディングはどうなんですかレコーディングはねねね僕この期間が まあその次の間でそのレコーディングの話もとうとうはねまあできたらいいかなと思ってるんですけどまあでもやっぱりこのレコーディング期間が選手もその話はしたと思うんですけどレコーディング期間が一番あの僕にとってはそのモチベーションのキープであったりそのやっぱ体調もねそれあるやろうしそれが要は皆さんの元に届くわけですから。 一番緊張というかな気、うん、がこうグッとね入、うん、える期間ですねうんなるほどそれが終わってしまえばあとはもうあなたそりゃ僕あのツイッターでフォロワーの人が言ってたんですけど歌詞をブログでちょっと出したらしいですねまあさらっと僕し知らなかったですよレコーディング風景の時にねああそうなんやそうそうそう遠目から<ー>遠目から あの一応撮ったつもりではいたんですけどピンボケさせてるつもりだったんですけど、はい、ゴリゴリ読めるっていう <laughs> まあ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 クリまあ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 クあアあ <laughs> まあまあまあの曲でしょそうです,そうですあの曲らしいですねまあだから、まあ、この次なり今回からないか分かんないですけど、うん、まあ最後にねあのプリプロでもこう後ろにね最後 エンディングで流せれたらいいかなとはいはいそうですよね思ってるんですけどね例のその歌詞が出たあの曲はねほぼほぼ実はですよそうですねあその話はしたっていいんですかいいですよだって昔ある程度出てるんで出てますあ全然いいと思いますタイトルっていいんですかタイトルはどうなんですかいや僕そこわかんないですそこら辺のこうあれはわかんないですでもブログで出て出てますいやじゃあいいんじゃないですか俺らしいでしょじゃあいいんじゃないですかさよならしましょうねうんうんさよならししまょう 先生のね、ある種もうある種というかリアルうんなんか実はっていう言い方もちょっと変やけど、うん、あのーまあほぼリアル嫉妬ですよね <laughs> そうですよ、うん、ねはいあのー、いや何に引っかかったってったら嫉妬に引っかかっただけですよここ <laughs> 単純にね <laughs> まあうん、うん、あのー、結構自分の思いを書いたかなっていう気がしますね、まあ、あの曲は歌詞だけパッて見たら結構 なんだ。言葉悪く言うなら悪い男ですよ。いや知ってますよ。だって悪いも。ポロしたん。だけどまあなんかそれを曲自体はまあまあまだねあれは載せれないですけどポップな部分もあるじゃないですか曲自体は。だかそれがなんかこう気持ちを表してるというかとかもあるんじゃないですか。あるかもしれないですね。そのまあ楽曲 ディレクションもさせてもらいましたからああいうふうにして欲しかったのはまあ僕なのでそうですよねはいまああのあの曲を1曲目に撮りましたレコーディング初日の1発目にへえどうなんですか何がですかできてるかまあまあまああの曲はすごいいい感じにへえその次の何撮ったか知らないです僕はあるああある男の曲ですよはいある男の曲やねある男の曲がもったいバタついた いや、俺のも喉との勝負でしたね。あれに関しては。まあなんかそんな話がこれからちらちら、それこそこの終勝戦が終わっていくに際して、そういう話がちょこちょこタイムリーにできていきます。そうですね。単純に。まあそういう話もちょっとまたしましょう。ということで、はい。67巻、67巻ほぼ尾延の話で。 <laughs> あのメインになってしまいましたがね、うん、来週もするよ <laughs> 来週はするのかなわかんないですけどまあ六67巻ここで一旦締めたいと思います、はい、ということで、茅野達也と大田でけえの CC おどしまた来週顔。

需要。